体液は動物が何らかの形で体内に持っている液体である。生物学的には動物の体内にあって組織管や体構内、あるいは全身に広がった管や循環系の中を満たしているものだけを指す。一般的には唾液、汗、精液、尿など体内外に分泌、排泄される様々な液体も体液と呼ばれることがある。人の体液左から 性液、尿、大液体液は大きく細胞内液と細胞外液に分けられるが、細胞内液は体液に含まないことが多い。細胞外液には、血液やリンパ液、血管の外の細胞間を満たす組織液、及び体構内の体構液などが含まれる。人の成人男性において、健常時の全体液は体重の60%を占める。内訳は、 体重に対して、細胞内液が40%、組織液が15%、血液、リンパ液が4.5%、体構液などが0.5%である。脂肪組織はほとんど水を含まないため、男性に比べて脂肪が多い成人女性では、体重に対する体液の比率が小さくなる。体液比は年齢とともに減少してゆく。 新生児で最も高く約78%であるが、これは細胞外液量が多いためである。4歳くらいで成人とほぼ同じ比率になる。一方、老人の体液比は約50%で、これは細胞内液量が減少したことによる。生体の水分代謝の異常を知るためには、体液量を測定する必要がある。日常的には、尿量や尿比重、 血液蘇生などから体液量を推測する間接的な方法を用いるが、より正確に知りたい場合には直接的な方法で測定する。直接法の中で臨床的に使われる方法としては希釈法がある。これは速やかに体内に拡散して代謝や排泄が行われにくい、標識物質を一定量投与し、平行状態に達した時の濃度から、 核体液量を算出する方法である。全体液量の測定には、標識物質として、細胞内外に均一に分布するアンチピリンや、重水が使用される。また細胞外液量測定には、細胞内に移行しないヌリン、マンニトール、チオリュウ酸ジオ、チオシアン酸ナトリウムなどが、標識物質となる。 細胞内液量は直接測定できないため、全体液量と細胞外液量との差から求める。血液量の測定には、アルブミンと結合して血中に長時間残留する、色素エバンズブルーや 51CR などの放射性、同位元素を用いる。組織液量も直接測定できないため、細胞外液量と血液量の差から求める。細胞内液は、細胞質基質として、 生命活動の基本となる、様々な代謝の場となる。その組成は、細胞の種類によって様々であるが、電解質に関しては、非、イオンとして、カリウムイオン、影イオンとして、リン酸イオンとタンパク質が多い。一方、細胞外液は、細胞が生きるための環境である。非、イオンとして、ナトリウムイオン、影イオンとして、塩化物イオンが多く含まれ、 ほぼ0.9%の食塩水である。これは生命が生まれた当時の海の環境を体の中に持ち込んだものとみなせるため内部環境とも呼ばれる。これらの電解質バランスは一定に保たれ細胞の浸透圧が維持されている。またその濃度勾配は神経細胞の興奮や筋肉の収縮などの際に活動電位を生じさせるために必要となる。血圧と 血中ナトリウム量の関係について教えてください。新骨の科学やく出版株式会社2007年。ありがとうございます。